で、最後に側頭葉に記憶を書き戻す過程で、一緒にコピーしたギジパルスを前頭葉の方に送り込めば、記憶検索信号はちゃんと働くと思う。クリスなら言いそうね。だろ？ちゃんと後輩の教育をしておいてほしかった。その点に関しては認めるわ。陳謝します。どうした？あ、え、え？大丈夫か？平気よ、ごめんなさい。勇敢なる大佐のアインシュタイン。え？
彼に出会って偶然、その幸運を大切にしたいじゃないか。日本にいる間、彼にテスターになってもらってもいいよ。本気ですか？部外者なのにそんないきなり。クリスの友人ならば部外者ではない。そうだろう。ですが。俺、ぜひお手伝いしたいです。ナイス。じゃあ、詳細は真帆に聞いて。よろしく。アマデウスに会わせるとか、テスターとか、一体何の話なんだ？コンベンションでやったデモンストレーション。アマデウスは、私の記憶を使っていたんだけれど、アマデウスのデータとしてもう一人分研究者の記憶が保存してあるのよ。ん？まさかあいつなのか？そう。アマデウスの中には、マキセ・クリスの記憶が保存されているわ。8ヶ月前のクリスだけれどね。
このシステムの問題点の一つなんだけれど、往々にしてこちら側、つまり人間の方が混乱してしまうのよ。まるで本当のクリスと今この瞬間にチャットでもしているような錯覚に陥るから。共有できていない記憶の齟齬に関してこちらの脳がついていけなくなってしまうのね。案内してくれ。こっちよ。ずいぶん厳重なんだな。今の時代、産業スパイが一番恐ろしいの。どうぞ。